何者？バレエダンサー塚本ダンさんが巡るフランス南西部トゥールーズの旅。前回はシテドレスパスで宇宙を体感しました。パーティー。今日は伝統の染め物に挑戦。旅先で何かをやってみたい時に役立つフレーズを覚えますよ。旅するフランス語。今日何する？この後、これから。今日はルパステルです。ルパステル、自然の染料の一つで、トゥールーズですごい有名なんだよ。そうなんだ。染めるとこの青色になる。なんか自然で青色ってすごく珍しい気がする。J'adore le bleu。 J'adore le bleu。 私は青が大好きだよ。ああ、そうなんだ。じゃあちょうどいいんじゃない、この青色で。ティノさんは青が大好きなのね。その青を出すパステルとは、この独特の淡い色に染める染料のこと。また原料となる植物の名前でもあります。古代エジプト時代からあったと言われ、16世紀にインディゴが入ってくるまでは貴重な青い染料として愛されました。そして青い金、L'or bleu と呼ばれ、トゥールーズに巨万の富をもたらしました。またパステルには虫除けの効果があるため、町の至る所で窓枠に塗られていたそうです。なんか自分で染めてみたい、こういうパステルを使って、やってみたい。あ、じゃあその時は Je vais essayer ça。 Je vais って言ったらもうこれから何とかしますっていう意味なので、これから試しますってなったら Je vais essayer ça。 OK, alors allons-y。 Bonjour tout le monde。 Vous allez bien？ 早速今日のキーフレーズが出てきました。 Je vais essayer ça。 Je vais の後に動詞の原型を入れると、私はこれから何々しますと近い未来のことが話せます。ここでは essayer、 試す。 ça はこれ、それ、つまりこれからそれをやってみますという意味です。Je vais essayer ça。 例えば、私はこれから仕事します。 Je vais travailler。 原稿が間に合わないよ。 Et toi, Pochok? Moi, je vais manger une carotte。 また人参？よっぽど好きなのね。染色体験に向かう途中、パステルがいかに繁栄をもたらしたかが分かる場所に立ち寄りました。何この建物、すごいね、おっきい。Voici l'hôtel d'Assesa。 Assesa、 立派な建物ですね。ティノさん、これは何ですか？昔はパステルはトゥールーズで盛んであったので、こういうパステルの職人がうまくいったら、こういう綺麗な建物を建てて家族で住んでた。こんな大きい建物家族で住んでたの？アセザ館は元パステル商人の館。現在は美術館になっています。トゥールーズでパステル貿易が栄えたのは15世紀後半から16世紀。成功した人々の館が数多く建てられました。
いわばパステル御殿ですね。でも一体パステルってどんなものなんだろう。じゃあ今から教えてもらいに行こう。お、行こう。オニバー。え？何ここ？え？ケスクセイシー。Je sais pas moi。やってきたのは広い草原。ここでパステルに詳しい人と出会いました。Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Vous êtes ici dans un champ de pastel. Pastel. Pastel batake, ようこそ。あ、これがパステル畑なのか。パステルの普及に努めるアカデミーの会長、サンドリーヌさんです。2004年からその歴史や文化を伝える活動をしてきました。あ、これもパステルですか？On en a vu en ville. Oui, c'est par exemple ça, c'est du pastel, c'est ça? Exactement. C'est une teinture faite au pastel. Donc je vous propose d'aller récolter nos feuilles de pastel, si vous voulez bien me suivre. じゃあ今から一緒に収穫しよう。あ、oui. C'est le vrai. パステルの収穫は2年に一度、今年の畑に連れて行ってもらいました。On est ici dans un jeune champ de pastel. Il a été semé il y a 2 mois à peine. Et on obtient des feuilles vertes, cette magnifique couleur bleue. ちなみに葉はフランス語で？葉っぱは簡単。Feuille. Feuille. またでも発音があって怒られる。Feuille. Feuille. 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 あの見る feuille とか。わかる？うん、うん、わかる。これのノフェイ、ミルフェイって千層とか千枚とかが重なってあるイメージだからミルフェイって言うんだけど。フェイ。サンドリーヌさんがパステルを収穫するときはいつも手摘み。そうすることで繰り返し葉が生えてきます。Ce qui nous intéresse.Ce sont les jeunes feuilles qui sont au milieu de la plante. Donc on a un geste particulier, on l'attrape en arrondi au cœur. L'idée c'est de protéger la racine parce qu'elles vont repousser. Il faut que ma feuille soit bien plate, sans l'abîmer. Les feuilles ne sont pas cassées, il faut faire attention. Je vais essayer ça.Parfait. Allez, je vous laisse faire. Pardon. Néo, on a laissé gentiment. Dan-san, attention. Tourne. Comment ça? Impeccable. Parfait. C'est amusant. C'est un peu comme ça. C'est amusant. Voilà, c'est juste. C'est amusant. C'est amusant. Oui. Par contre, aujourd'hui, ce rouge à lèvres, il faut combien de temps?集めなきゃいけない。Pour ça, il me faudrait beaucoup, énormément. たくさん。Avec ça, je vais teindre le bracelet. これ、この量だったら、今の。C'est un dur travail. C'est un dur travail. Tiens, monte, gambaro. Il vient, mais pas. Mais c'est pas, c'est les mauvaises herbes qui ont résisté. C'est parce que c'est pas le pastel. Donc à la limite, c'est bien. Tino-san, zanne. Yoku mite tsunde kudasai. Mo France go de kazoe nagara totte kudasai. Ah. Trois, quatre, huit, cinq.6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Continue, continue. 20. 21. 20. 21. 21. 21. 20. Super!
ダンさん、いつの間にか20まで覚えていましたね。では皆さんもポチョックと一緒に11から数えてみましょう。11 12 13 14 15 16 17からは10と一桁の数字を言えば OK。 17 18 19 そして20は20。 21だけは20と1 21となるので注意しましょう。その後は22 23。じゃあダンさん、20から30までお願いね。バン落としたよ。え、バンテン、はい、バンドゥ、はい、バントワ、バンカト、バンサンク、バンシス、バンセット、バンユイク、バンヌフ、トン。イトンテパフェ。ダンさんお見事。摘んだ葉は発酵させて色素を取り出すことで染料になります。パステル染めが盛んだった時代には発酵させた葉をすりつぶして丸め乾燥させて保存していました。そして使うときにおしっこをかけて再発酵させたのです。この玉はコカーニュと呼ばれ、トゥールーズ一帯はルペイドコカーニュ、宝の国と言われました。しかし19世紀に入ると安価な化学染料が登場するなど、パステルは次第に忘れられていきます。サンドリーヌさんは伝統のパステルを復活させたいと、染め物以外に自然化粧品を作ったり、花から蜂蜜を取って広めようとしています。オンディカトゥルーズ、オンナドゥブルー、ルブルーデパステル、パステルの青、エルブルーデュシエル、それから青空ね、空の青、エクセポモアUne récolte du futur. On est sur des produits naturels. C'est une vraie ressource végétale, éco-responsable. そしてもう一人、パステルに魅せられた人に会いに行きました。あ、すごい真っ青な。マダム。Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bienvenue au caillou gris.ダンさんとティノさん、ここでパステル染めを体験します。パステル染めのアーティスト、アネットさん、結婚をきっかけにドイツからトゥールーズにやってきました。パステル染めに出会って20年、ずっと青い作品を作り続けています。アトリエの中はDans l'atelier bleu, notre partie couture. Oui, bleu. Ils tombent en masse. Même les fils. Les fils sont bleus, tout est bleu. Pour créer des vêtements, des accessoires. とにかく全部青尽くし。すごい。Mais ça s'en va. Même les ongles, même les ongles. Même les ongles sont bleus. Voilà. Et tout est teint à la main.Dans des grandes bassines que nous allons essayer. Ah, il y a ça. Voilà, comme ça. Comme ça, hein. やってみたい。Je vais essayer ça. Très bien, super. C'est bien. Qu'est-ce que vous avez amené? Montrez-moi. Un tissu blanc. Ok, ça va être une écharpe. Une écharpe. Une écharpe. Et ça?Ah, une marinière! Oh, au soroi! Super! Bravo! Ça, ça va être joli! Une marinière! 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 En bleu!
ダンさんが作るのはバレエの稽古着。ティノさんは何を持ってきたの？En fait, donc, ma femme est enceinte. Wow. Et donc, je vais avoir un fils. Oui, un bébé le mois prochain. Un petit Tino? Oui, voilà. Ah, donc, j'ai amené super. Un petit vêtement pour bébé. Ah, pour le nouveau-né. Super. On va faire ça. On y va? On y va. OK. Ça, pastel 染めの始まりです。Ici, on va travailler. On va teindre en bleu. ここで色染めをする。c'est la queue. これがパステル。Laquelle on va travailler. この液体は染料を水とアンモニアで溶かしたもの。これで染めていきます。On fait dans la cuve. Okay, et on va mettre la pointe de ce côté-là dans la cuve.アネットさんがお手本を見せてくれます。染まる様子を分かりやすくするため真っ白い布を使いました。しっかり液体に浸したら3分ほど待ちます。では待ってる間にちょっとフランス語。さっきアネットさんが言ったこと聞き取れましたか？On va travailler. On va travailler. On は会話でよく使う主語、私たち。va は動詞あれ。travailler は作業、仕事をする。実はこの on va 何々、今日のキーフレーズに出てきた je vais と同じ構造なんです。C'est-à-dire? つまり on va の va もJe vais の vais も元は同じあれ。その後に動詞の原型を入れてこれからすることを言っているんですよ。 Je vais が自分がこれからすることを言うのに対し On va は私たちみんなで何々しましょうと誘う時にも使います。じゃあポチョク、私を誘ってみて。ハスミ、On va manger des carottes? Oui! 違う違う。私は別のものを食べたいの。そして3分後。Alors, maintenant, la magie. 今から魔法だ。布を取り出してみると。すごい。C'est pas du tout bleu. Non, 全く青ではない。なんかこれ、どっちかっていうと黄緑だよね。緑というか。Oui, du vert, hein, là. Là, c'est vert et ça devient bleu. Tu vois, ça change déjà. Ah, でどんどん青くなるって。あ、本当だ。もう青くなってる。Bleu, blue. Bleu. なんで、なんでブルーに。Pourquoi est-ce que ça devient bleu? Alors, c'est une oxydation avec l'air.まさに青の魔法ですね。オニバー。オニバー。アレダン、グッド。ダンさんも挑戦です。ne plonge pas complètement。maintenant tu mets à plat。super。ムラなく全体が染まるように平らにしてそこに沈めます。Imagine ta main, elle est au bout du bateau. En bas. On y va. Oh, le bébé. J'ai peur de l'eau. Ouh, il sait pas. On va l'aider. Hein. Salut, merci, monsieur. Dan, vas-y. Tu vois pas. On va essayer avec la main et au bout de notre. そして3分後。N'hésite pas, et tu sors tout.で、全部出して。わあ。やっぱ緑だね。ラマリニエ。イレヴェール、この人。あ、でも上の方からちょっとずつ青になって、ブルー。ça commence bleu。voilà。Alors, マジック。最後に内側にも空気を送り込んで、しっかりと青にします。あ、なんか結構ちょっと独特の匂いする。de l'air。
Donc, tu le reprends là, comme ça, et tu imagines que tu l'as sur toi et tu vas danser. Danse. J'ai envie de danser. Je vais aller mal. Voilà. そしてスカーフは結んで絞り染めにします。これだけだったら肩に見えます。5。競争しなくてもいいか。Allez, on y va. On plonge. Don 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 don. Vous, vous allez voir ce que vous avez fait.わあ、いいんじゃない。おお。セボ、セボ。メッシー。ちょっとなんかそっちの方はうまいことまっすぐになってるけど。やっぱそこら辺も難しいですね。縫えるマニアって più droite。Les tissus sont toujours différents et on a, on peut faire des nuances, on peut selon la.La densité de la cuve le matin elle est plus foncée. Et donc, si je veux avoir des choses foncées, je fais le matin. Ichiban no kono pastel zome no miryoku tte nan desu ka? Pour moi, comme créateur, c'est cette transformation du tissu. Le tissu qui devient, qui est ennobli, qui prend une vie entre mes mains. C'est.C'est des moments magiques. Bravo et vous avez bien travaillé. よくできた。おめでとう。Merci beaucoup. Merci madame. フランスの人々を魅了してきた青の魔法に触れた一日でした。そして数日後、アネットさんから染め上がったものが届きました。C'est joli, hein? Oui, c'est joli. Tu en fais le? On va ouvrir. On va ouvrir? On va, これからやります. On va ouvrir. Ouvrir? Ah, comment? C'est... あら、すごい。いい色。綺麗な、ブルーだね。お、これ、アネットさんからメッセージが書いてあるよ。たんあらまんばたんあらまんぱだんダンさん早く来てみてティノあセコモントレビアンセットバトレビアンいやすごくいい色だよね来てみて思ったえもわいいね。C'est joli, non? C'est joli. ぴったり。C'est parfait, hein? C'est parfait. Parfait pour toi, ouais. とても。そしてティノさんは子供のためにこのちょっと、まあ、自分でこれ染めて、うん、なんか、なんかパパみたいになってんじゃん。ティノ、パパみたいになってる。嬉しいです。J'ai hâte d'habiller mon bébé donc avec cet habit. Pastel の葉っぱを摘むときもこうやって一つ一つ丁寧に取って、で染めるときもね、アネットさんがこう一つ一つやってて、やっぱこう全部違う色になるって言ってたから、なんかこの自分だけのものになったっていうのもまたこれで楽しいよね。そう。世界にたった一つのお土産、二人とも良かったですね。帰国後、ティノさんの赤ちゃんが生まれました。パパの手染めの服、よく似合ってる。次回は世界遺産の運河へ。ケスクブフェットジュペッシャジュペッシャブザビテイシー。思い思いの暮らしを送る人たちとゆっくり休日を過ごします。しかもおしゃれ人々の思いが詰まった運河沿いのイベントにも参加します。